X リーグの試合結果をお伝えするアメフトフット。今週は8月31日、9月1日に行われた X1 の試合結果をお伝えします。X1 スーパーは第1節が行われ、積水チャレンジャーズ対エレコム神戸ファイニーズは台風接近のため延期となりました。富士フイルムエビナミネルバ AFC 対富士通フロンティアーズは7対36で富士通フロンティアーズが勝利しました。 東京ガスクリエイターズ対オービック・シーガルズは17対28でオービック・シーガルズがオール三菱ライオンズ対 IBM ・ビッグ・ブルーは12対24で IBM ・ビッグ・ブルーがオリエンタル・バイオ・シルバースター対野島相模原ライズは7対24で野島相模原ライズがパナソニック・インパルス対プレアデス・福岡サンズは63対7でパナソニック・インパルスがそれぞれ生じました。 富士通フロンティアズが4連覇に向け、ーースタートを切りました。X1 エリアは第2節の2試合が行われ三菱商事クラブトライアックス対ペンタオーシャンパイレーツは3対31でペンタオーシャンパイレーツが勝利しましたブルズフットボールクラブ対タイナ内イディアーズは0対21でタイナ内イディアーズが勝利しましたペンタオーシャンパイレーツが4タッチダウンを挙げ開幕戦を快勝しました。 来週は X2、X3 が開幕します。Let's enjoy X リーグ。またね。